干ばつに苦しむ人々、そこに差し込む一筋の光、現れた雷神は嵐を巻き起こし、人々が嘆き苦しみます。しかしその雷神の落とした雷は新たな大地の恵みとなり、人々はもう一度生きる決心を移動します。最後まで全力で踊ります。踊り子気づけ、会場の皆様に礼お願いします。再生する道を示す、今も揺るぎなく生き、坂の花吹き、息吹、
絵で言うとちょっと変わりで撮ったっていうのは、それでもね、最後だから、ちょっと見えたかありがとうございました。